前回は、移籍期間が終わったのか、いや、移籍期間終わったのもっと前だな。あ、もっと前かじゃないか。多分、前回が、リバプールからかな。リーグ戦のね、リバプール戦にしっかり勝ったってところと、あとはね、その後のカップ戦で、しっかりね、エバートンに勝って、まあ、その後もね、リーグ戦と、このエバートンの次に戦った、同じカップだったんだけど、エバートンの次に、次のラウンドで戦ったね。どこだっけな。ちょっとあれですけど、はい、プレミアリーグではないかな、多分。のチーム戦って、勝ったと。まあ、相手が相手とはいえね、現在チームはね、負けなしというところで、新メンバーのね、輝きがね、見れてるかなと。うん。思います。で、今回はね、引き続きそのメンバーと、新しいフォーメーションで、ブライトンさんを、ケチョンケチョンにして、その後ね、私はちょっとポルトガル監督も兼任してるんで、で、ポルトガル代表としてね、国際試合もね、こなしていければなと、思ってます。お伝えしました。お送りするのは、プレミアリーグの一戦。ブライトンが、綺麗なスタジアムだな。ブライトンこんなとこなんだ。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。サッカーファンにたまらないらしい。待ちきれません。たまらんやろうな。俺たちたまらんメンツじゃないけどな、もう。前のウルブスじゃないぞ。まあ、ある意味たまらんけど。ある意味すごいメンツ揃ってるからたまらんけど。もう、ウルブスではないぞ、もう。よろしくお願いします。もっと上がってほしいけどな。あ、いいね。いいアイデア。うまいね。うまいじゃない。クリスティアーノ・ロナウド。細かくつなぐ。このシュートは。いらない。それいらない。細かくつなぎすぎやって。クリスティアーノ・ロナウド。いやー、いらないって。これダイレクトパスが良くないか。狙ってきた。ダイレクトパスが良くないかもな。ダイレクトパスの意識がちょっと硬すぎる。硬すぎるわ、お前ら。なんていうか、相手に脅威を与えている。グリーズマン良くないな。勝とうという執念が欠けているようです。ダメよ。ナイス。ナイス。ゴール。素晴らしい左足。何度も相手を外巻きで入ったね、今。ナイスナイス。ついに得点に。ああ、パフォーマンスよりも俺優先して。いや、ロナウドのジョギング。そんなことより横切ったロナウドのジョギングよ。そんなことより。そっちが気になったわ。いや、うまいね。そっち行くんかいって感じだろうな。素晴らしいフィニッシュですね。バイバイ。ナイスナイス。いいね。かかりました。なあ、危ない、その、もっと強く蹴れよ。危ない危ない危ない。大ファール、大ファール。ちょっと、大ファールじゃん、今。一旦様子を見ていたちょ大ファールかも。改めてファールを取りました。ああ、よかった、カード出なかった。危ない危ない。今、大ファールじゃなかった、今。とんでもない落ち方したけど。大丈夫とんでもない落ち方、ちゃんと受け身取れたか。パス通らねえもんな。まだいいね。ねえ、次よ。クリスティアーノ・ロナウドへ。ロナウド、ロナウド良くねえわ。ちょっとロナウドが良くない。ちょ、ロナウドが全然良くないわ。これでいこう。あ、いいね。いいショットよ。いいじゃない？これをセーブ。今のはもうキーパーがいいか。見事に対処しましたね。いや、今のは今のは決めたいけどな。ネットが踊ってるわ。いや、今のは中を狙うか。いいんじゃない？ナイス。ヘディングで決めた。サリバか？誰？じゃ、違う、サリバじゃないの？誰だ、あれ。誰？あ、パ、あれかな？パ、ちょ、毎回飛ぶな。パリーニャか。いい位置が入ってるから。このコーナーは用意してきた方。パリーニャだな。そして最後はうまく頭で合わせました。パリーニャだな。いや、パリーニャいいな。得点力あるわ。なんか。なんか得点力あるわ。ナイスナイス。いいね。そこ競り勝てるんだな。ゆっくりゆっくり組み立てるからね。危ない危ない危ない。ホイッスルはなし。危ないよ。主審がプレーを流します。流して。アドバンテージを見たのでしょう。危ないよ。そこの選手に合わせました。ナイス。ゴールに迫られるも。お、危ないな。ひとまず危機を逃れました。足かかってないか。ほらほらほら。レフェリーはフリーキックを指示しました。そっち？あ、今は提示される？レフェリーがそうだよな、ね、でもこれもファウルだよな。プレーに対する警告を与えます。これはさっきのやつな。カードが提示されました。
だ俺たちもファール食らってるからね。今ネベスに危ないプレー言ってたから。あ、もうそこを簡単に通させるな。ナイスナイス。これはゴールキーパーが問題なく対処します。ロナウドのパスが、パス成功率が 40% ぐらいだ。何してロナウド目立ち方違う。ロナウド何かしなきゃじゃないんよ。いい、何かしなきゃじゃないんだから。試合終了です。オーバーヘッド前にパスはいらないって。怪我したらどうすんのよ。チームもうまく機能していました。ナイスナイス。この調子でリーグ戦を戦っていけるといいですね。いや、このパリアン通過点が良かったな。だいぶみんなもやる気というか、緊張感がね、いい意味でこう緊張というか硬くならずに済んだな。この追加点でいい補強だ。さすがやっぱポルトガル代表クラスだと、やっぱみんなちゃんと顔作られてるな。あ、なんか一人微妙だな。一人微妙だけどみんな顔作られてるわ、ちゃんと。さすがやわ。やっぱスウェーデンちょっと暴れだもん、あれだもんな。ちょっと甘えが見えるもんな、グラフィックに。ポルトガル代表の完成度よ。の視線がこの人に注がれていると言っても過言ではありません。来たね、無理やり行ったね。中国のラファエル・レオンです。レオン、ボールタッチが非常に実践的なんですよ。攻め上がります。ここにスペースがありましたね。危ないな。スウェーデンがフリーキックを獲得しました。さすがに危ないって。どうやらカードは出ないようですね。あ、よかったよかった。注意だけで済ませるようです。よかったよかった。似てるもんな、だって。危ないな、注意だけ済んでよかったよ。ジョタ押せよ、ジョタ動きが。もっと行かないと。ジョタがチンタラしてる。こんなんジョタじゃないのに。ナイス。これはいい位置だ。いいんじゃない。さあリードできるか。ええー。見事な狙いでしたが、惜しくもポスト。完璧な対。もっと行かないと。いいボールが出ました。いいね。チャンスよ。ジョアン・フェリックス。切り込んで切り込んで。ボールはナイス。ハイカード。これぞまさにスーパーゴールです。これ見せてくんないと。それよ、中へ切り込んでレオンドフリーだったな。いい動き出しちゃったやろな。これはどうなっているんでしょうか。ゴールを守る選手がいなければ相手の得点を防ぐ。いいねいいね、めちゃドフリー最高の形だ。これは高速ビルドアップの良さじゃないか。あんま高速感なかったけど。なかなか前に人いないな。いいんじゃない、ちょっといいんじゃない。危ないよ。やりました。あれれ、クリアすべきでしょう。ちょっとちょっと。ボールがピッチの外へ出ました。今かかったでしょ、足が今。レフェリーがコーナーキックを指示しています。おいおい、よくないな。大胆な交代策に出てきました。 PK じゃない PK。 みんな割とあっさり帰ってったな。もっと揉めてもいいだろう。ワンチャン揉めるけどな、リアルなら。ショートコーナーだ。とりあえず審判に行くだろう。ポルトガルへのファウルもレフリーは続行を指示しています。おい、なんかあれだな、アウェーだな。ロナウド決まるか。はい、ゴール。続けざまにゴールを決めました。ロナウドよ。これで2点差です。スーしたね。いいね、16番変えよう。よくねえわ、目の前16番背負ってるの。まあ、16番じゃねえよ。積極的な仕掛けが功を奏しましたね。個人の力でゴールへと結びつけました。素晴らしい。いや、わない、16番じゃないって。いつ変わったのよ16番に。7番にしてただろ俺。ポルトガルはいじってないか。でもロナウドもしっかり結果残して。中に入れた。危ないね。あ、ハテ当たって、ま、大丈夫今。シュートブロック。ハンドじゃない、大丈夫か。ワンチャンハンドか今。押し出します。大丈夫か。バレてないからいいや。さあサイドからロナウド、もしかしてもう1点いくか。ナイス、決まるか。いいね。ここでホイッスル。ホームチームの見事な勝利です。ホームチームなんだ。接戦になりましたが、俺たちのポルトガルか。巧みな試合運びを見せ、サッカーファンの皆さんこんにちは。来たぜイタリア。今日注目のデイゲームかかってこいよ。この試合を楽しみにしていた方も、どんなメンバー揃ってんの。ないでしょうか。あれやってない。実況は私西岡明彦。大丈夫か。解説には福西隆史さんを迎えしています。この世界戦は賭け事してないか。隣元気か、まだ。注目のこの一戦、大一番を前に隣いるか。会場の興奮は隣バレてないか。大丈夫か。福西さん、
すごい試合になりそうですね。バレてるかもしかしたら。なんかいなくないか。いい試合に期待しています。ちょっとどのラインが不謹慎かわからないから。ちょギリギリ不謹慎なボケしてるけど、ギリギリ不謹慎かも。すいません。隣いるか。こういう時こそ何してんの。おい。このボールは決定的。大丈夫か。なんか巻き込まれてるけど大丈夫あいつ。めちゃくちゃゴロゴロリンしてたけど。しょうもな。しかし相手の攻撃は途切れていません。おいおい。いけるか勝ち越しのチャンス。決まった。弱すぎん。先制ゴールです。イタリアが強いんかポルトガルが弱いんかどっち。これは当然といった結果でしょう。ポルトガルが弱いよな。あの時代よ。足を投げ出します。ちょイタリアにやられてるって。あれあれれ。この試合あれるぞ。あれは女審判や。女審判来た。ここはポルトガルの選手に。おいおい。もう一枚もらうと大変です。おいおいおい。もう一枚できませんね。まあまあ親善試合だからな。まあ、そんな熱くない。おお美人だな。めちゃくちゃ美人やん。女審判。空いてる空いてる。止める。空きすぎだろう。なあ。でゴール前さ、あいつしかいなかったん。相手3人いたよ。セーブした相手キーパーを褒めた方がいいでしょうね。頼むって。しかし積極的に攻めていますから。味方を使うでしょうか。シルバー？怪我してない？ドフリーなんだけど。何してんの。ほとんどチャンスを生かせません。シュート打てばよくない？ゴールキックに変わりました。ジョタがどうこうじゃなくてシュートでよくない？結構フリーやったよ。ちょっと角度きつかったけどね。だからそういうチームにいてもいいよな、やっぱな。試合終了まであとわずか。何ポン。噛み合ってないな。ジョタ。やっぱ絆忘れてんだよな、やっぱまた。ちょっと期間が空くとこいつら仲間を信じられないんだよな。いいところでインターセプトしました。ロナウド。同点ゴール。試合終盤ですがまだ勝負は分かりません。結局この男なんよな。国際舞台だ結局この男なんよ。チーム全体の連動したプレスが相手のミスを誘い、ボールを奪ったところから攻撃が始まりました、ね、めっちゃ邪魔やったのよ。これは見事なゴールでした。完璧やわ。大事に来たよ。あ、危ない危ない。試合終了のホイッスル。リーグ戦に関してはまずブライトンにね、2-0 でしっかり勝ちました。もうさすがにブライトンには負けないよ。うん、さすがに。で親善試合もね、まあまあいいメンバー見れたかなと思います。なんつってもやっぱロナウドがね、どっちの試合でも決めたからな。どっちの試合でもそれが良かったね。あ、でもあれか、俺らがだからこのチェルシー戦こなしたら1個増えるから、めっちゃ接戦やん。チェルシーに勝ったらめっちゃ接戦やん。66、67、68? 得点力少な。失点数少なって目言ったけど得点力少な。え？いや、失点数少なにまず目言ったけど、よくよく考えたら得点が少ない。呆れるほど少ないわ。俺らがチェルシーに勝てばね、勝ち点1差でね、1位、2位、3位と。続くからな。ようやっとる。ようやっとるわ。あの時間も結構濃いな。ユナイテッド、そっか。チェルシーユナイテッドか。そっか。チェルシーユナイテッドか。整理したらこうなんだな。そっか。チェルシーユナイテッド連戦か。楽しみにしよう。もう FA カップとプレミアリーグ2冠。あるからな。楽しみにしよう。はい。お疲れ様でした。